はい、今回は広島県にあるトンカラリンに行っています。謎の遺構ですね。トンカラリンというと熊本県が有名ですけど、なんと広島県にもあるんです。ここからは車が行けないと。約100メートル。熊本のトンカラリンは行ったことあるけど、広島のトンカラリンは初ですね。どんな感じなのか。結構山奥なんだな。ちょっと変わってるね。この辺かな。あ、ここだ。トンカラリンって書いてます。で、奥行きが18メートル。で、一番高いところで 1.8 メートルある。結構高くなるんだな。はい、それではこのトンカラリンの内部に入ってみましょう。奥まで行って崖を登る。そして抜ける。それをね、今からやってみます。くせ、これが狭いんですかね。途中まで行くと高くなる。5年前行って高くなるかな。5年ぐらいまでしたらちょっと高くなるね。
意外と短かったですね。もうちょっとあるかと思った。こんな感じ、ここをね登りますよ。これかけたら登れると思う。来ました。出口って書いてある。ここ通って来ましたね。入り口はここ。思ったより短かったですね、本当。で、最後のあの崖がね、なんか写真で見るとなんかすごい高く見えて登れるかなと思ったけど、登れましたね、普通に。ということで、広島のトンカラリンでした。